はい、5月31日の暗号通貨ニュースでございます。やっぱ5月ってのは結構ニュースが多かったですよね。まあ、イーロン・マスクさんの騒動により、まあ、価格が上がったり、それにつられるように価格が下がったり、でアメリカの規制が発表されたりね、中国の規制がちょっと、ね、一歩進んだりとかで、まあ、基本的にあれじゃないですか、暗号通貨っていうのはドラマが続いたんじゃないですかね。前半では値上がり、後半では値下がりって形でメリハリがついてたんじゃないかなと思います。で、肝心なのは値上がった時にきちんと売ることができるかどうかってことと、値下がった時にちゃんと仕込むことができるかどうかなんですよ。でも多くの方は逆になります。値上がってる最中に買うでしょ、買ったでしょ、買うでしょ、アウトなんですよね、それがね。だから負けるって分かってるのに買っちゃうでしょ、値上がってる時に。ビットコインイーロン・マスクが買ったんだってとか言ったらね、じゃあ買っとこうかってなるでしょ。もう遅いんですよね、それが。どのくらい遅いかっていうと1年以上遅いんですよ。イーロン・マスクさんが買おうが買う前が、ビットコインに関しましては100万円を超える前に買っとかないともうどうしようもできなかったっていうことはね、去年説明した通りでございます。もう多分新しい動画を作って説明することはないと思いますけどもね。ただ当時とは情報が変わってきます、状況が変わってきますので、新しいことがありましたらこれからもね、ビットコインはこうだよとかね、もしかしたらまだ追加してもいいかもみたいなことになるかもしれませんけども、まあ基本的には買えないですよね。それからイーサリアムなんですけども、イーサリアムも少なくとも20万円以下の時に買っとかないともうチャンスはないですね。20万円以下でもちょっとね高いんですけどね。例えば5万円前後の時って長かったわけなんですよ。じゃあその時になんでね仕入れられなかったのかってことなんですよ。イーサリアムっていうのは一つのプロジェクトに向かってますし、暗号通貨の市場っていうのは全体的に、今まであったね、まあ、金融業界の方に、まあ、いわゆる殴り込みをかけてくるわけなんですよ。だからプラスアルファで市場が広がるっていうところもありますけども、今まで、規制当局が絡んでいた、いわゆる一般的な国際金融市場ですよね、こちらの方を、まあ、奪いにかかっているところもあるんで、いきなりねこの金融市場が10倍とか100倍にはならないんですよ、うん、だから暗号通貨が入ることによって多少のデリバティブの変動はあったにしてもですね、マーケットの拡充はあったにしても、それはね数倍に広がるってことはないんですよね。ただ時間をかければ広がっていきます。その今出花ですから、黎明期ですから、上がったり下がったりを繰り返しながら上がっていくっていう、基本的には右肩上がりでいいと思いますけども、長期保有できない方はだから向かないですよね、うん、でイーサリアム20万円を超えたらもうちょっとね買わない方がいいかなっていうのがありましたけども、イーサリアムは一時期50万にタッチしそうになれた時もあるんで、多分ね30万前後とか40万前後で買った人もいるんじゃないですかね、うん、30万前後40万前後で買った人がいるからこそそれ以上の値段になるわけですからね。だから高め値掴みの人たちなんですよ、こういう人は。もしくは資金をそこそこ持っていて、イーサリアムがね100万円とか200万円になるようなロジックが組み立てられた方が30万円からの参加とか40万円からの参加をしていると思います。そうでない方は全員かもってことになりますし、資金量も少ないんで損切りとかあれですよね、ロスカットとかに合うではないかなと思いますね。で、唯一検討しているのがカルダナだと思いますね。カルダナなかなかいいんじゃないですかね。私は本当カルダナをね保有しといて本当に良かったなと思うのは、どんだけ荒れた時でもカルダナだけはね、私もそうですし他のメンバーもカルダナホルダーもカルダナだけはね安心して持っているんですよ。だから値段が割れにくいんですよね。一時期150円台まで、この2、3日も行きましたけども、ね、一気に急速に180円を大きく上回ってきましたよね、うん、この流れがお互いの信頼感、カルダナホルダー同士の信頼感になると思います。さあリップルなんですけども、リップルはやっぱり保有者も多いし人気もあったんですけども、その代わりですね浮気者も多いです。リップル、リップルだけを保有してるっていう人はまあいないですよね。だから旗色悪くなったらすぐに撤退しちゃったり、リップルなかなか調子いいんじゃないのと思ったら簡単に追い銭しちゃったりするんですよ。で、私は放送した通りリップルは多分ここ1年ぐらいの最高値で売り抜けたんじゃないかなと思いますよね。189円の時に売ってますから。で、取引所価格179円です。スプレッドが大きかったんですけども、売却して全部利益確定しました。本当に良かったと思います。これそれ以来リップルが200円前後になるってことはもうなくなりましたからね。今ですら100円を割ってますから、だからベストなタイミングだったんじゃないかなと思います。もちろんこれから2年、3年、5年、10年持っていればリップルといえども200円、300円、500円になる可能性はありますよ。ただそこまで待ってられないのと、そのぐらい資金があるんだったら私はイーサリアムなりカルダナにぶち込んだ方が絶対にいいというふうに読みました。もちろん違う考えの方もいらっしゃいますので、それについては反応しませんけども、まあ、リップルは私の中では
200円で役目を終えたかなと、私に対してはですよ、まあ、ですので、あとはリップルが大人気になろうが、もうどうにペンペングさんになろうが、もうしょうがないかなってところですね。まあ、こういうふうな考え方をきちんとまとめながら、修正加えながらやっていくってことになります。で、私の考えが参考になるっていらっしゃる方もいると思いますけども、持ってる資金が違いますから、それから暗号通貨のポートフォリオ、銘柄によっても違いますんで、参考にしていただいてもいいんですけども、最終的には自分一人一人の形に合ったカスタマイズによって何にいくら投入するかとかね、いつまでそれをキープしていって、いつ売るのかってことは個別で考えていかないといけないところですね。これはコンサルもできないところでございます。はい、まあでもね、障害年収が2億とか3億とか言われてる時代に暗号通貨でね、5億作ったら、仮にですよ、私もそんな5億もできると思いませんけども、仮に暗号通貨で5億できたらもう十分ですよね。あとはもう暗号通貨全部売却して、日本円なら日本円に利益確定してですね、あとはもうのんびりと暮らせばいいのかなっていう気がしますね。まあ、ちなみに私、体の枝の、まあ、見込みの金額でいうと68億円ぐらいまでいくみたいですね。すごいですね、体の枝、うん、プレセール価格十数万が68億、まあないでしょ。10万円が68億に膨らんじゃうと、市場のバランスがそれこそおかしくなって、急激なインフレが起きると思います。もしくは他の市場がバタバタと閉じていくってことになりますので、まあね、68億はやりすぎですよね。だからそういうことも考えると、そもそもおかしいんですよ。100万円が1億になるって話はないですよ。100億が100万円が1億になる話は長い時間をかけたらあるんですけども、それまでに私たちのね、寿命が終わっちゃいますから。だからまともなのは数十倍ぐらいで利益確定して、ああよかったで終わることじゃないかなと思いますけどね。はい、皆さんのお考えもまたお聞かせください。